お疲れ様。お疲れ様です。はい、今日はね、久しぶりにコストコ行ってまいりました。はい。で、シュリンプカクテル、そう、うん、それとエビ一部やって、うん、あのカルディのそうナッツソースのバジル味ね、ナッツバジル、うんうん、でこれがあのなんだろう、そう、果物、今日巨峰、種なし巨峰とシャインマスカットを買ったので、それでコストコ行って、そのちっちゃい、こんなちっちゃいね、あのモッツァレラチーズと生ハムを買っておつまみにした。そして、あ、それでね、うん、じゃじゃーん、コストコの牛タン、牛タンブロックで買ったからね。そう、そう、あんまり上手に切れてないかもしれないけど、うん、すだちね、はい、すだち、それチュッとかけて、うん、で塩コショウしてあるのね、うん、広げてそれね、あ、広がった広がった、うん、で、かっこいい、かっこいい、あ、くっついちゃったかな、うん、もっともっともっと網あっためてからのがよかったかな、大丈夫か、あ、うん、お、大きくなってるね、結構、あ、全部ではない、まずちょっと1枚焼いて食べてみてさ、うん、あ、ね、ガスがもうね、あ、本当に、本当に少しのガスなの、使い切ってからと思ったから、だからあんまりガスって話はなくなると火ちっちゃくなるよね最大だけどね、今ね最大なのこれ、うん、ゆっくり焼いて食べるしかないな、これ、うん、よし、はい、はぁ、あ、いやいや、なんか急に寒くなってね、うん、なんか鼻の調子があんまり良くない、良くない、うん、シャインマスカットはさ、うん、そのまんま食べれるんだけどさ、うん、そのまんまね、うんうん、これ巨峰、これ、うんうんうん、切ってあるから、うん、チュルンってね、つまめばチュルンと中身出るから、うんうん、こうやって食べてほしいな、はい、チュルンって今、うん、ジュってきた、おおおおおお、うまっ、牛タンはちょっとよく焼きの方がいいんでしょ、そうか、うん、あ、長ネギ切るの忘れた、俺、切るか今、うん、大急ぎで、長ネギ白髪にすればいいの、あのね、白髪にしてね、うん、あのごま油でね、あ、あえとくのさ、はいはい、じゃあ白髪にしてごま油かけてればいいの、そうそう、かけて白髪にする、それとも薄く斜め切りでもいい、あ、いいよ、そっちの方が簡単でしょ、いろいろ考えてたんだけど、なんか忘れてるね、うん、なんかガーリックもちょっとスライスして食べようかと思って、うん、ガーリックスライス、あ、はい、いやー、なんか分厚いね、牛タン、厚いね、うん、これシュリンプカクテル食べよう、なんか今日は手抜きだな、いやー、なんかそんな日があってもいいしょ、うん、今日はね、私がお盆仕事でさ、お墓参り行けなかったから、うん、お彼岸だったからね、お墓参りも行ってきて、そう、うん、お彼岸でね、うん、あ、結構辛いな、これシュリンプカクテルのこの、これでいいの、ああ、いい、そしてニンニクスライス、うん、うん、でさ、ちょうどさ、そっちの方面、コストコの、いつも行かない方のコストコ
この方面なんだよね、お墓がね。そうなんだ。だからそこに寄ろうということになり、そうするとアウトレットパークにもそうそう、いつもさ、なんか1年だったらポイントなくなっちゃうのにさ、いつも買い忘れてさ、せっかくポイント貯まってんのにさ、使わないで流れちゃうんだ。だからこの間カバンとかいろいろ靴とか買ったから、今日はモンベルの帽子買いにポイントでね、下の先っぽの方とどっちが上でどっちが下かよくわかんないんだけど、あ、なんかいい感じに焼けてきたね。うん、もう食べれると思うんだよ、うん、今、ニンニクスライスもいきますよ。いいね。あとは、あといいんじゃない。いいの、うん、俺ネギ乗っけたい。これうまいと思うよ、これ、はい、スライスね。ありがとう。ニンニクスライスもいいと思うよ。で、塩コショウで食べるでしょ。塩コショウかかってるけど、うん、足りなかったら、うん、その上にまた塩を振っていいよ。これガリガリ塩あるよ、うん、ちょっとこんなのもあるよ。あはは、それね、それもいいかも。よし、まずはこれ一枚食べてみる。はい、いいなぁ。これ お皿置いとくよ。はい、よいしょ。あ、ニンニク臭い。ねえ、これちょっとでかいけど、まあ、ハサミできる。いや、うん、大きいの食べないよ。なんか仙台にいる気分で。でもなんか仙台にさ行った時さ、タンをさ角切りだったんだよね、あの一頭買いの焼肉屋さんに連れてってもらったじゃない。 うん、あれはさ、うん、噛み切れなくて飲み込めなかったんだよね残念ながら。あれタン切って残ったところかな。うんね、うん、すごい安かったんだよ。角切りだったんだよ、うん、どれこれ、うん、これ絶対うまいやつだ。うん、ね、ちょっと顎痛いからこれ大丈夫かな。ちょっと私はちっちゃく切っていい？うん、いいよ。うん、あれこちっちゃく切れたやつあるんだ。あ、もうガスないかも。分かった、振り返るよ。全然これ、ジュージュー言わないんだよ。あ、ほんと、分かった。よし、これで使い切ったっていうことで、うん、シャカシャカ言わない、うん、言わない完全に空っぽ。うまい。どうする、ビールどう思う。まだな、ビールもういいな。どうする、あの、うん、空いてる赤ワインがあるのと日本酒がある。あ、赤ワイン飲むかな、俺。うん、だね、ちょっと甘かったけどね。ああ、甘いならちょっと魚介にも合うからいいんだよね。うん、さすがにさ、あのエチケットだなと思ったんだよね。これかそのエチケット。うん、うまいっしょ。うん、こんなワインでどこの、わからない。ラブ、2020年、うん、ラブ、へー、なんかすごい火強い。あー、強すぎるんじゃないっすか。あ、この赤ワインちょっと冷えすぎかも。うん、ちょっと冷蔵庫入れちゃったからね。置いてこう、うん、少し
その間に柚子サワーでも飲むかな俺。うーん。あのキットの柚子酒。うんうん。これ下げるわちょっと。はい、ありがとう。キットの柚子酒飲む人。はい。はい。結構手間かかるね。氷をまず氷を入れて。おネギ美味しい。うまいでしょ。うん。ごま油ネギいいわ。ごま油ネギ最強で。うん。うん。そうそう。こっちも走っか。うん。家の中真っ白になりそうな気が。いやそんなんでもないけどね。うん、じゃあ勝利する。そうだね。どれどれ。これをちょいとエビさん、エビさんを。今日はあんまり野菜がないね。そうだね。まあね、その上で焼いてもいいよ。辛かったら嫌だな。あ、椎茸焼いて。うん、はい。椎茸は軸取ってさ。うん。立派な椎茸、半分にするか。いや、でかいまんまでいいな。ねえ、だって1個食べたらお腹いっぱいになっちゃうな。なめないよ。あの、断面からなんかエキス漏れるのがもったいない。軸だけちょっと根元まで取ってもらって。ああ。何した？袋が破れた。散乱している。柚子酒、これはあのキットの酒蔵で、違う、キットの会社が作ってる柚子酒。平和酒造さん。そうそうそう。平和酒造さん。これね、なかなかのもんなんですよ、これが美味しくて。お、結構いい、じわじわ言ってんね。うん、あんまり。なんかお腹空いちゃったからさ、うんうん、準備があまりよろしくないね、私たち。まあな。本日ね。でっかいけど、うまい。もうちっちゃいのね、これ。ちょっと横の。でも食べちゃわないとダメだ、これ。あ、やばい。なんか飛んでる。真ん中の焦げ焦げになってるよ。半端なところね。ちょっとちっちゃくするよ。うん、いい。さっきもちっちゃくしたんだけど、ちっちゃくしたらダメかなと思って。あんまりちっちゃくしてるな。はい。もう、いいね。でしとけば、ここがじわじわしてくるでしょ。うん、でここにめんつゆございます。うんうんうん、塩でもいいです、うんうん、お箸焼けちゃうからと思って、うん、トング出しました。これ食べていいよ、まだ。うん、これもいいわ。ちょっとこれすだちかけて食ってみよう。すだちと、うん、うんうんうん、どうじゃない、うん、パセリ、うん、聞いてる？いい仕事してる。そうか、うん、それよかった。
これ片口なんだかって買ったんだよねこれ。うん。これ一回こっち側温めてからひっくり返した方がいいですね。そう、うん、もういいよね。いいよ、全然焼きすぎてるから、うん、あなたにしてでっかいのあげるわ。うん、下の方かな。あ、でもこれなんか薄く切れてて美味しそう。本当だ。なんだろう、あの冷凍もんっていうかさ、解凍になっちゃってたからさ、うん、うんうん、そうそう、ちょっとね、少しシャリくらいがね切りづらくてさ、うん、これ美味しい。うまいよ、うん、うん、これはうまいと思うよ。これでもこうやって丸めて、うん、なんかもうちょいかな、うん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 、これかける、うん、うん、うん、ぐらいで、うん、これさ、うんうん、コストコで買ったでしょ、うんうん、海のお塩だけどガリガリの洗いお塩ね、うんうん、これさ、もう一つこれあの知ってる、どんなの、もうこれ2個セットだったの知ってる。あ、知ってるよ。なくなったようやく今半分1個目の半分だよ。そう、うん、それはもういいね、これひっくり返して、うんうん、そうなんだよ。いや、まだ4分の1しか使ってないってことですね、うん、まあ、腐るもんじゃないからと思うけど、あー、すっきり、うん。おいしい。これ焼こうと思ったらナスもある。うん。いいね。うん、いいんじゃない。でっかいね、その椎茸ね。みんな、みんなこんな感じだよ。それで398円だったかな。あの、あんだけ入って。もうちょっとしたような気がするけど。そうだか。うん。いいね。あ、いいんじゃない。なんかいいんじゃない。いいね。これさ、これさ。うん、食べて。うん。違う皿もらうかな。うん。あ、ここに違うお皿用にと思ったのに、こうなんか殻が入ってるよ。うん。あ、落ちた。これ何だ。これをさ。これスプーンだな、これでっかい、はい、ごめんごめん。サンキュー。どれどれ、パセリのそのいい働きを。なかなかパセリがいい仕事をしていると思います。うん、うん、おいしい、おいしい。あ、倒れた。うん、倒れた、うん、あ、そうだ、これ倒れちゃった。
味しいわ。牛タンももういいな。うん、やっぱこれネギちょっと足りなくなるかもね。まだあるの。ある、おネギはたくさんあるから切るよ。ニンニクよりネギの方がうまい。これでもさ、これ難しいんだよ食べるのね、これ。うん、薄いとくるめるけどね、結構熱いから。もう厚めに切っちゃったからね。ゴロンとくるりんぱ、うん、でもやばいわ。うん、おいね、うん、ピューピューするかな。太いのダメか。いや、いいよ別に。小さく切って食べるかな、でもないよ。かっこいいやつ。そう、うん、やっぱネギうめえ。塩加減ちょうどよくなった。うん、ちょっとかけるといいね。うん、牛タン、うん、定評あるけどな、うん、食べたいねって言ってたけど、高くてまあ結構高いのよね、うん、でね、うん、塊で買うと本当になんか、この間見た時すごい高くて、うんうん、1個5000円とか6000円とかしたんだよね、うんうん、もう3000円ちょっとぐらいの、うん、小さい牛タンがあったから、うん、今日は食べれたけど。そうだよな、うん、でっかいまんまだったな、5000円、6000円たら。そう、いくらね、グラム単価がどっかで買うより安いって言ってもさ、うん、出ていくお金がさ、すごいでしょ。そうなんだよ、うん、あ、だんだんなんか油がついてきたからくっつかなくなってきたね。うん、そうそう。ガリガリ君、ガリガリ君。うん、おお、うん。もうなんかいつもより狭いものこいつあるから。うん。これ蓋なくしちゃう人いると思うよ、これ。うちはかろうじてあるけど。あ、この柚子美味しいよね。うん、うん、あ、これ混ぜるのが出てる。美味しそう。もう焼けたかな、俺の。焼けたい感じだけど、うん、なんか牛だからね、うん、あんまり焼かなくても大丈夫だと思うんだけど、最近食中毒流行ってるからさ、おっかなくて。いや、あれはないな、でもな、あれはないわ。ご飯炊いてさ、うん、
通は15度まで落とすんだと、運ぶとき、これ30度で運んだって思って、外気温37度でしょ、うん、うん、違う、30度まで落としたんじゃなくって、冷やすのは冷やしたけど、運ぶ時の設定温度を30度にしたって言ってなかった？普通15度だとかなんとか言ってたの、奥さん。こんな暑い時に青森から名古屋まで物運んだらさ、おかしくなるって、あ、静岡か。それであのご飯、ご飯を結局、外注したね、その場で炊かずに外注したって言ってたね。そうだな。なんか一工程、二工程運ぶな、時間とか増えればそれだけリスク高くなるな、結構お腹にくるなこれ。美味しいわでも、これ一番端っこのもう開いたの、うまく切れなくて。これもなかなかの、このチーズソース結構辛いよね。辛い。すごいカレーの香りする。バカマムシ。これまだ。ちょっとか。カレーで見せてんの？噛み切れないよね、牛タンってね。いや、サクサク、やばいよこれ。なんでこんなあの時の四角い牛タンは噛み切れなかったんだろう。針の方だったんだ。ああ、うめえ。まだ炭酸あるからもう一杯飲もうかな。氷中で？ただ冷蔵庫まで氷取り行くのめんどくさかっただけだけど。おネギ切ってこようか。ああ、頼む。ネギは。結構美味しいねこの牛タン。ね、大きいね。今日はもう絶対誰も呼ばんとか言ってる。
椎茸もいいと思うんだよな、うん、食べてみるかな。美味しいわ。やばいなこれ。しいたけ。うん。あった。困ったね、いろいろ美味しくて。あった。うん。おネギどうぞ。およいしょ。ほんきたいこだ。ほんきたいこ俺も好き。あれこれ前に見たの？見た見た、ね、うん。美味しいわ。パセリに、うん、いい仕事してる本当に、うん、あ、この歌好き。泣いちゃうんじゃない言う大変。ああ、それで食べちゃうんだ。タンはさ、あれかな、焼肉のタレにつけるのは反則なのかな。甘いんじゃないか、どうなんだ。あんたらも塩しか思い浮かばんもんな、うん、ね、うん、塩分抑える代わりにすだち買った、うん、おいしいよ、うん、普通にそう、
たけ美味しい。もうそう？うん。ピザでもその焼肉のタレでもうまいかも。うん。それあそこのか入れるのか。うん。白老の。天野ファミリーファーム。ファーム。そう。キャンプでね、白老に行くと、うん。暑いんだけど。そこで必ずハンバーグを買ってそうそうキャンプに行くんだよね、うん、はい、でかいな広げてね。これ広がってないの？広げてないよ、くさっとなってるよ。あれ、タンだったらあれ全部食べれちゃうわ、2人で。あと5枚ぐらいかやん。いや、しまった。でももうね、もうちょっと良くなってきてるの。結構お腹いっぱいだよね。そうなの。だからまだたくさんあるの。あとなんか、あと2枚しかないかな。ちょうど。じゃあ食べれるけど。ちょうどいいんだよ。その2枚はもしかしたら、なくても大丈夫な2枚かもしれないぐらいに、今満足感ありだよ。なるほど。うん。他のものもなんかゆっくり食べながらだからかもしれないけど、うん、あ、満足。あ、このさ、牛タンの塊とかがね、うん、もうちょっと安価だったらさ、なんかタンシチューとかさ、お作ったら美味しいだろうなって思うんだよね。だけどさ、デミグラの、うん、そう、でもさ、うん、やっぱりさ、高いよね。テールだ、テール。あー、テール安いで。さ、ん、グラム500円ぐらいだよ、これでさ。そうだよな。でさ、切ってあるやつなんてグラム600円だったでしょ。そうだ。いやー、それはね、高級肉だよね。うん、うん、牛タンはさ、好きなんだよね。なぜかというと、この、まあ、コリコリした感じも好きなんだけど、乳臭くない。ああ、そう、あんまり、うん、うん、入れてるかも。ほんと牛肉、最近なんかこう、なんだろうね、うん、牛肉臭いっていうか、乳臭い感じ。そう、それにあの、なんか油がさ、その日本のさ、高級な牛肉ってさ、うん、筋肉じゃなくてさ、油がすごいでしょ、うん、うん、霜降りっていう、うん、もうなんかあんまりもうさ、あんなに油の濃いものを食べられない年齢になってきてる感じがしてね。あんまりなんかね、牛肉ステーキとかはできればそのアメリカンスタイルの肉肉しいステーキの方が今は好きな気がする。それからヒレかな、うん、ヒレは好きだな、俺ヒレ好きだな。でもとんかつは、うん、ロースね、ロースの方がうまいんだよな、うん。本当のあの、なんだっけ、あれ食べたいな、杉田の、なんだっけ、ポークソテー、ソテー、
ああ、濃いね。うん。どこの？カメルネ。シラ。カメネ。あれ。カルメネ。カルメネールってのあれだ、うん。ジンファンデルと一緒だ。カルメネールがジンファンデル？違った。ちょっと。違うような気がする。チリな。あの結構ちゃんとちゃんとねタンニンもあるけど、うん、ちょっと甘くない？うんうん、うん、なんかあれだよね、うん、ちょっとねラブだラブだあー美味しかった、ね、満たされたよ。お腹空いてたからな、わーっと食べてすぐお腹いっぱいになっちゃったな、うん、もういいかな、いいな、きっといいね、飛んだ、油。あ？なんで？なんかピシって飛んだ。君たちクレイジーだな。今日コストコ行ったでしょ。うん。でいつもコストコでね。うんうん。あのペーパータオル買うでしょ。ああうん。キッチンペーパー、うんうんうん、あれはすごい便利に使っていて、うん、洗って使ったりできるからぐらい丈夫だし大きいから、うん、あれすごくいいと思って使っていて、うん、あとはさうちで買うのはさ、うん、うちパン食べないでしょ。うん食べない。もう本当はあのなんかこうディナーロールとかさ、うんうん、あれも冷凍しとくといいのかもしれないけど、うちパン食べないからパン買わないでしょ。うん、あ、もう止めたのこれ。目を止めてないよ。ちょっと大きくする。もう小さくしてたの。いいんじゃない小さくて、うん、でさ、買うのはさ、うん、基本お肉なんだよね。そうだね。そう、あの豚しゃぶしゃぶ用っていう。しまったこれ、使った？うん、使う、ここにある。まだ2つあるの、うん、豚しゃぶしゃぶ用を、うん、あのあれ重宝だよ。あれね、薄切りでね、うん、しゃぶしゃぶにしたらね、結構分厚いんだけど、うん、しゃぶしゃぶではないよね。でもしゃぶしゃぶ用って書いてあるけど普通のスーパーの薄切りぐらいなんだよね、うんうん、それはそれでいいのよ。あれグラム単価がとてもお得なのでね、うん
あれは、うん、だから生姜焼きとかには向いてる、うん、豚こまはね138円するのに、そのしゃぶしゃぶ用は108円なんだよね。え、ああ、うん、だからあのしゃぶしゃぶ用があったらあれを買うんだよね。なんでだ。あと我が家ね、合いびき、まあ子供たちがいなくなるからあんまりハンバーグとかを作らなくなったし、ミートソースも作らなくなったから合いびき買わなくなったんだよね。うん、うん、だけど豚のひき肉はシューマイにもできるし、うん、あのポテトコロッケ、お芋のコロッケにもね、うん、豚肉入るし、うん、なんか豚のひき肉私意外と重宝して使うんだよね、うん、で春雨買ったじゃない、うんうん、麻婆春雨を作ろうと思って。ああいいね。あの辛くない麻婆春雨さ、私時々作るしょ。いいね。あれを作ろうと思っていて、うん、辛くてもいいけどねちょっとも入ってんだよ豆板醤。そうそう、そんなたくさん入れてないから辛くないんだけど、あれもいいなと思っていて。で豚のひき肉買うしょ、うん、そして今日は牛タン買ったしょ、うんうん、普段はあんまり買わないけどね。んでビーフチョイス、たまーに牛肉買うときは、うんうんうん、それを買うんだよね。でも今日は牛タンだったので。前に三角買ったんだっけ。ミスジ？あ、三角？ミスジか。ミスジ買った、うん、うん、しょっぱくて食べるから、うん、お腹いっぱいになった、うん、なこの最後の一切れ結構ちょっときついかもしれない感じ、うん、そうやな、うん、美味しかったね、うん、ニンニクスライスだって減らないもん。あなた2枚3枚しか食べてない、うん、おネギいいね。ネギは、うん、あやばい、箸でやったら箸焦げちゃうから。そうなのそうなの、うん、でね、いつもキャンプで使ってるね100均のちっちゃいトングをね出してきたの今日もう使いやすくなるな。ね。ほんで売ってたわこれ。あ、もう買っとけばってもう一個。うん。もう形違うけどもう2個入ってるから。うん。やばいやばい。あ、これもういいね、うん、なんかだいぶ縮んじゃった、ちっちゃくなっちゃった、うん、もうこれもいいね。いいね、うん、じゃあ火を切ります、うん、はい、食べた、うん、うん。
たこ焼きのやつってどこに乗るのさ。これ網の網外してかい。この網外してここに乗るのよ。網外すのかね。そうだね。うん、そうかもしれない。うん、うん、これ外しちゃったら、うんうん、うん、さこれごとさ外れるしょ、実は。うん、外れるけどそれ火のところも外れちゃうし。あ、ほんとだ。これごと外れるからダメか。うん、あとはこの網を外してここに乗るんだね、きっとね。うん、たこ焼きプレートも買っちゃったんだよね。そう、うん、あの斉藤夫婦さんってさ、キャンプ系 YouTuber さんがさ、炙り屋を使っていてさ、熱いよ。何したい？ちゃんとはめておきたい。ちゃんとはまってたし今。なんでずらす？ずれたの？ずっこ違うしょ。違う。貸して。え？違うって。ん？これでしょ？すごい、こっち全然はまってない。ずれてるよ。いいよ。いいよ。外しちゃったらな。いいんじゃない、これ。ほら。うん、これ。いいんだよ。うん、何、うん、ハマってるでしょ？ハマった。治った。うん、治った？うん、ならいい。こっちにちょっとずれてたの。そうか。そう、その人がね、炙り屋を時々使っていて、うん、その、うん、YouTube の中でもね、うん、だけどあのそれでたこ焼きプレート、炙り屋用たこ焼きプレートを買ってたこ焼きをしてたのよ、うんうん、で炙り屋用たこ焼きプレートあるんだと思ってうちはホットプレートにたこ焼きプレートがついてるから、たまにたこ焼きやるときはそのホットプレートでやるけど、うん、でも電気だからキャンプには持っていけないじゃない。まあな、うん、でたこ焼きプレートって言ってたらあなたがポチってくれたんだよね。そう、買ったの。だから次回キャンプはたこ焼きにするか、うん、おやつにアメリカンドッグを作るか、うんうんうん、ね、あのホットケーキミックス持ってって、うん、ホットケーキミックス入れて、うん、でそう、あのシャウエッセン小さく切って入れて一口アメリカンドッグを作る。うん、うん、それ結構それでコーヒー飲めるね。何、あー、何かける、何にかける、あ、フィンガーライム、はいはいはい、もういいよ。そっちは、うん、どれ、そっちはいいか、これいいんじゃないか、うん、それもいいんじゃない、レモンじゃなくてフィンガーライムいいんじゃない、うん、フィンガーライムの方がうまいかも、うん、なんだよこれね、変わってるよね、うん、あ、まだ出るな。フィンガーライム、うん、こんなんだよね、うん、昔1本1000円してたっちゅうから、うん、あ、フィンガーライム、フィンガーライムのチリソース、あ、しいたけはめんつゆの方がいいかな、うん、今日
吉田類さんの酒場放浪記をいつも月曜日は見ていて、ね、酒場放浪記2時間スペシャルで町中華やってなかったんだよね。そうなの。でその後の町中華でやろうぜも見ているわけですわ、うん、そう、うん、でそれまでの間何を見るかっていうのが、うん、で優は何しにの後に、うんうんうん、と日本へ行きたい人応援団みたいのが入ってて、あれはよく見るんだけど、うん、今日はそれじゃないんだよねなんか、うん、駐在なんとかっていうドラマスペシャルなので、今日はいいんじゃね、あった方がいい、なくてもいい、なくてもいいかなでもなんかちょっとトロピカル感が出るさすがに、うん、レモンはあなた絞んないもんね。レモン、うん、あんまり柑橘、酸っぱいのダメだからさ、うんうんうん、俺はレモン好きだから、レモンもらっ もらっとこう、うんうん、何それ、うん、あ、なんだ今のどん兵衛みたいな、どん兵衛なんだろう、これは腹ペコツインズがたくさん食べてるやつ知らない、何やってんの、トシちゃん北海道を食べ尽くす、あ、そうですか。あ、若さえも出た。トシちゃんが、トシちゃんが北海道を食べ尽くすらしい。何？お腹いっぱい。お腹いっぱいになった。横向いてる間に渡したと。いいよ。だってお腹いっぱいになったんだもん。あとはエビをちょいつまみ。うんうん。からそのシャインマスカットと種なし巨峰と生ハムとモッツァレラをちょいっとずつつまみ。うんうん、でもう少し飲める感じ。でももうお腹はね、もう肉はちょっともういい、堪能した牛タン今日、うん、うん、そうだね、美味しかった、うまいね、うん、あの焼肉屋さんの薄い牛タンも美味しいけど熱い牛タン、うん、美味しい、うん、ね、今仙台の牛タンはさ、こうなんかさグローブみたいにがシュッシュッシュッってこう切り込み入れたでしょ、シュッシュッシュッって、もっと厚くてシュッシュッって、だからまあ食べやすかったりするんだけど、もう仙台の牛タン屋さんさ、札幌にも2店舗とか3店舗とかあるよね、あるよ、うん、でも仙台にしかないさ牛タン屋さんあるしょ、鶴野とかね、そう、鶴野さんって祝日とかさ、日曜祝日やってないからさ、で土曜日は予約大変だからさ、まず入れない、うん、平日でも難しい、あ、2週間とか1ヶ月とか、まあ、その日程が決まった段階で予約を入れないとさ、うん、そうだね、いけないでしょ、うん、今日はお肉でお腹いっぱいになったということで、はい、ごちそうさまでした、ごちそうさまでした、うん、牛タン堪能した。